岩清水八幡宮をちょっと思い出すね。うん、もっと近いね。もっと近いね。腰痛めないでよ。つもりだったんでしょうかね、猫さん。いいもの見ました。てか初めて見たね。にゅーにゅー聞こえてる口に、ね、もうすでに数えられなくなりましたね。カルガモです。なかなか友達にはなれないね。撮ってる場合じゃねえ。せなんだって。写真を撮っている場合じゃありません。九州の旅終了。どうした、なんか乗ってきた後ろから。抱っこか、抱っこなのか。うち来る？うち来る？やっぱ終了。旅終了。レンタカーで東京を目指す旅に変わりました。ですな。
なんかね、後ろからね、ここにね、カッて乗ってきたの。名前つけようかね。お名前あるの？なんて呼ばれてんの？何それ何それ、ガリッてやる、ジュ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 。ん？何？加藤さんが全然動けなくなってしまっています。ここに住む。菊の間です。でーん、海がよく見えます。はい、お箸を買います。理由は後で。はい、綺麗でしょ。じゃあこれいただいて。お箸買いました。なぜなら今晩ちょっとお食事持ち込みさせていただいたんですが、コンビニでお箸つけてもらうの忘れました。そして下行ったらお箸が売ってて、かわいいし、まあいいかな。はい、まとめ、今日のルートは、当初計画してたものと違ったのですが、逆に良かったかなと思っています。いろいろ考えることもあったし、感じたり、歴史というか、いろいろルートを変え、当初とルートを変えたのですが、ルート変えてみてよかったかなと思いました。猫にも会えたし、よかったです。もううまくいかないから、今日はやめます。ん？もうまとまんない。長くなるから、徳さんまとめて。ネギね。はい、今日も一日大変でした。明日も頑張ります。そんだけ？